にちは、ミントのまいです。今日はロケ外撮影になってます。今回の企画は2024年に高騰しそうなプロ野球選手を店長さんとかいろんな人に聞いてみようと思います。それでは早速行ってきます。はい、まずはゲームス池袋店に来ました。早速聞いていきたいと思います。じゃん、こんにちは、ミントゲームス池袋店副店長の石渡です。よろしくお願いします。お願いします。今2024年に高騰しそうなプロ野球選手をいろんな人に聞いてるんです、はい、見るからにベイスターズファンの予想にしてるんですけど、今年高騰しそうな選手教えてください。はい、私が推薦するのは横浜 DeNA ベイスターズ山本雄大捕手です。パチパチパチ。どういうところが高騰しそうですか？そうですね、もともと下位指名の選手なので、うん、最初は注目されてなかったんですが、まあ、まだね、25歳、6歳若手なんですけれども、まあ、打てて、守れる、それ頼りになる選手ということで、今ぐんぐん株を上げている選手ですね。チームの中でも、打率、OPS ともに2位かな、はい、っていうところで非常にいい成績を出しています。こちらカード用意したんですけれども、山本雄大選手の、今話題のこのドリームオーダー、これ全部同じカードなんですけど、バージョン違いでレア、これが、さらにそのレアの上のレアリティの RH っていうカードですね。でこちらがスペシャルカード SP のカードになります。これバージョン違いになるんですけど、まあ、結構加工もね、写真も違いで、かっこいいかなと思ってこちら用意してみました。ベイスターズ実はこのドリームオーダーのゲームの中で今結構いい立ち位置というか、はい、かなり強い、チームになっているんですけども、この山本雄大選手、実際のベイスターズのチームと同じようにですね、ドリームオーダーのチームでもかなり欠かせない必須のカードになっています。よかったら皆さんも集めてみてください。石渡さんは山本雄大選手でした。また来年になった時に結果を、はい、発表するので、ドキドキして震えて待っててください。私自信あります、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続いてはミント渋谷店にやってきました。中川店長に早速聞いていきたいと思います。じゃん、ミント渋谷店の中川と申します。お願いします。ズバリ中川店長の2024年高校生の選手教えてください。はい、こちら、じゃじゃん、埼玉西武ライオンズの竹内夏樹投手です。昨年ドラフト1位のですね、ソフトバンク、ヤクルト、西武でくじを引いて埼玉西武が引き当てた、もう、まあ、プロ入り前からかなり期待されている選手で、なんで推してるかっていうと、今すでにカードも高いんですよ。高いんですけど、今年この動画撮影してる段階で4勝してて防御率のトップ1点台。彼のピッチングを見てたら、石井和久さんみたいなすごいピッチャーになるんじゃないかなって今思ってて、今よりカードがどんどん上がるんじゃないかなと思って、こちらファーストワークの最中でルーキーバレーで怪我だけでスーパースターになるでしょう。なるほど、はい、楽しみですね。はい、どれぐらいいきそうですか？まあ夏場ね、結構ピッチャー疲れが出てくるところもあるんですけど、まあ、そこ乗り越えれば2倍ぐらいいってもいいのかなっていうのと、まあ、年末出るルーキーエディションプレミアムとかサインが入ってくるとしたら目玉になると。じゃあまた1年後楽しみにしていてください、はい、見ていきたいと思います、はい、続いてはこちらミント池袋店に来ました。安野店長に聞いていきたいと思います。はい、どうもこんにちは、池袋店店長の安野です。よろしくお願いします。お願いします。今年2024年に高騰しそうなプロ野球選手をいろんな方にも聞いて回ってるんですけど、はい、ズバリ安野店長にの今年高騰しそうな選手教えてください。はい、いいですか？どうぞ。はい、ではこちらです。バン、長岡秀樹選手、東京ヤクルトスワローズですね。今年で高卒5年目、プロ5年目の選手なんですけども、
佐々木朗希世代ということで、いわゆる黄金世代の選手ですね。ショートヤクルトでは守っているんですけども、一昨年の2022年ヤクルトスワローズが優勝した年ですね。宮本慎也さん以来ヤクルトでショートでゴールデングラブ賞を取ったんですよ。もう守備定評のある選手でして、で打撃がですね、思い切りのいい感じの打撃を持った選手なんですけども、実は今年シーズン始まる前にヤクルトの大先輩あの古田敦也さんからですねアドバイスいただきまして、お前は何も考えずにバット振ってそんだけ打ててるんだから、もう考えて打ったらもっと打てるぞってアドバイスをもらいですね、対戦するピッチャーの特徴ですとか投げる球種ですとか、ランナーがいるのかいないのか、負けている点差なのか、それともリードしている時なのかとか、いろんなシチュエーションを考えて打席に立ってバッティングをするようになったんですよ。そしたらですね、今年今のところ打撃絶好調でして、打率も3割打ってまして、すごいチャンスに強くて、もう本当頼りになるバッター、クリーンアップも打ってます。実は3万とか打ったり。安野店長が2024年高騰しそうな選手は長岡選手でした、はい、でした。で、まあ、また1年後に結果長岡選手が高騰したのかどうかも確認していきますので、あ、そういうことですね、はい、ぜひ楽しみに待っててください。いやー楽しみですね。その頃にヤクルトがねチャンピオンとしてやっぱり多分君臨してると思うんで楽しみです。いや長岡選手、まあ、高津監督がもうお前若いからバンバンフルスイングしろみたいな実は言われてたんですけども、まあ、去年までなんか本当フルスイングで引っ張りばっか、ぜひ皆さん長岡を、うちの長岡秀樹をよろしくお願いします。オールスター今年神宮開催なんで、なんとか皆さんの投票がかかってますこれ本当。それでは以上、ミントの舞でした。バイバーイ。